第253回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回は法華経の21番目である如来尽力品の第2回目です。前回には十種の尽力、つまりは十尽力が表されました。本日の箇所では釈尊が法華経を4つの句として重要な教えを上行菩薩などに付属されるという内容であります。なお如来尽力品においては前回に取り上げた箇所、本日に取り上げる箇所が上行であります。それでは本文へと入ります。仏の発言、菩薩大主に対して。その時に仏は上行などの菩薩たちの集団に言いました。もろもろの仏による神通力はこのように無量無変不可思議である。もし私がこの神通力により無量無変百千万の句阿僧祇行という大変に長い時間にて教えを広めていくことを委ねるためにこの経の功徳を説いたとしてもなお説き尽くすことはできないのである。要点をもってこのことを言うならば、如来が所有している一切の教え、如来が持つ一切の自由自在な神通力、如来が持つ一切の比すべき事柄、如来が持つ一切の奥深い事柄がこの経において示され、説き表されている。前のページにおいて黄色い文字で示した部分が四句と言われる部分であり、これより新読と訓読を取り上げます。なお文脈の都合上前後の文章もそれぞれ記しますが、白い文字にて区分しています。新読であります。異陽言し如来一切生ずし法、如来一切自在人力、如来一切非用し蔵、如来一切人人し寺、海用し教戦時建設。次には訓読であります。用をもってこれをいわば、如来の一切の生ずの法、如来の一切の自在の人力、如来の一切の費用の像、如来の一切の人人の字、皆この経において戦時建設す。本文へと戻ります。このゆえにお前たちは如来が入滅した後においてまさに一心に受け保ち読み暗唱し解説し書写して経に説かれている通りに修行するべきである。存在する国土においてもしは受け保ち読み暗唱し解説し書写して経に説かれている通りに修行するのである。もしは経巻を安置するところ、もしは園の中においても、もしは林の中においても、もしは木のもとにおいても、もしは僧帽においても、もしは在家信者の家においても、もしは殿堂であっても、もしは山、谷、荒野であっても、この中のすべてにまさに塔を建てて、供養するべきである。その理由はまさに知るべきである。
その場所はすなわち道場である。もろもろの仏がここにおいてこの上ない真実の完全なる悟りを得て、もろもろの仏がここにおいて教えを説き、もろもろの仏がここにおいて完全なる悟りの境地に入られたのであると。以上、本日の箇所では宿の要望が登場し、本家上行等の四菩薩に対して法華経を広めることが付属されたのであります。そして仏が入滅した後にも法華経を修行するのであるならば、その場所はいずれのところであっても道場であるというのです。前回と今回は如来人力本の上語であり、次回は下述となります。次回をもって如来人力本は結びであります。次回第255回にお告でございますが、妙法蓮華経如来人力本の第3回目として本日の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。